1847年名ゴチッククラウン。ゴチッククラウンは1847年にイギリスでビクトリア女王の即位10周年を記念して発行された5シリングに相当する銀貨の名称である。明治にブラックレターを用いたのでこの名称がある。直径 38mm、重量 28.2759g、銀純度 92.5% のスターリングシルバー。プルーフ状態で発行枚数は8000枚。このクラウン銀貨は数ある世界の大型銀貨の中でもひときわ見栄えがする美しいものであるためコイン収集家の間では人気が高く、世界で最も美しい銀貨との評判が高い。即位10周年のビクトリア女王1847年表の図案は王冠をいただく若きビクトリア女王の胸像。銘はビクトリア・デイ・グレーシア・ブリタニア・ウーム・レジーナ・フィディー、ディフェンサー、英国の女王にして、信仰の守護者、神の恩寵によるビクトリア。なお、ブリタニア・ウーム以下は、ブリタニア・レギュラー、F、D と略されている。また裏面は十字型に配置したイングランド、スコットランド、アイルランドの盾と各地域の象徴であるバラ、アザミ、クローバーのモチーフが描かれている。周囲の明治はタイッチャーウニタデウスアンノドムがシシシェイクリスルビ、神よ連合王国を守りたまえ、西暦1847年。コインをデザインしたのは当時の王立造幣局彫刻部長であった。ウィリアム・ワイオンである。このコインは、イギリスの近代コインでは初めて明治にブラックレターを採用したもので、同様のコインには1851年から発行されたゴチックフローリンがある。ゴチッククラウンは記念コイン的要素はあるものの、あくまで流通用のコインとして発行されたので、現存するものの中には、明らかな流通痕のあるコインもあるが、比較的状態の良いものが多く、大型銀貨の代表として、収集家の間では高値で取引されている。以前は、状態の比較的良いもので3000から4000ドル程度が相場であったが、2012年以降、英国コインの異常な相場高騰により、2014年春、現在、VF 程度の流通痕のあるものでも5000ドル、状態の良いものなら軽く1万ドルを超え、リンク写真のような、完璧な状態のものならすでに2万ドル以上と言われている。このコインには、コインの円に、明治のあるものとないもの、さらに明治が異なるバラエティがある。また、1853年にも追加発行されたほか、1846年には、表の女王のドレスに、模様のない刺繍花が製造されている。この銀貨の製造に使用された、刻印の実物は、大英博物館に収蔵され、展示されているので見学することができる。ありがとうございます。